こんにちは、柏シ内の今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日はついに日本もななナトー加盟か高い首相の元で一刻も早く戦時な覚悟というテーマでお話したいと思います。あの水曜日にですね、あのイギリスのトランス外相という方がおられるんですけど、その方がすごくね重要な演説をながったんですよ。内容を知ればね世界観が変わるかもとそういう内容なんですね。非常に重要な演説なので、で,でもね。 日本でほとんど報道されていませんね、なんか調べてみたんですけど、こんな重要な内容、なぜ日本は報道しないのかと思うんですけど、えー、そういう内容なんですよ。それをね、ちょっと今回は、えー、お話したいなと思います。じゃあちょっと始めますね。えー、リーストラス外相は、NATO 同盟の中心にある各国の防衛は、世界の安全保障と経済の原則にならなければならないと述べたと。 トラス外相はロンドン市の、えー、マンションハウスの指導者たちに、えー、ロシアのウクライナ侵攻後の新しい地政学はな NATO 諸国がヨーロッパを越えて防衛同盟を運営することを意味すると語ったちょっと説明しておきますね。 あのマンションハウスって何やっていうんなんか大きなマンションかなとか思うんですけどちゃんと優秀のある建物なんですよ。ロンドン市のねロンドン市の市長の公営の宿舎っていうかそれがあるんですよ。それが年に1回ぐらいねあの晩餐会みたいに開かれるんですね。そこで演説なんかも行われるんですよ。で割合財務省ですか財務省の大臣なんかが演説をしたりとかそういうこともよくあるすごく優秀のある建物なんですよね。そこここでで演説を行ったうういうことなんですよ で、えー、私は NATO が世界的な脅威に立ち向かう準備ができている、えー、世界的な見通しを持っていなければならないと私は言いたいんですと彼女は語った。私たちは、えー、インド太平洋の脅威を先取りし日本やオー,ストリアオーストラリアなどの同盟国と協力して太平洋を確実に保護する必要がありますと。トラ氏は G7 諸国は私たちの繁栄を集合的に守るという同様のアプローチを採用すべきだと述べたと。 彼女は英国がロシアをウクライナ全土から追い出すために必要な重火器を提供することにおいてさらにそしてより一層早く提供すると述べたと。トラス女子は「静、え、観、ー、するのではなく勇気を振り絞る時であり西側がモス,クをちモスクワを打ち負かすためにキーウに戦闘機を送る必要がある」と述べたと。しかし彼女はまた、えー、侵略が国連や G20 などの世界的な機関が ロシアのウラジミール・プーチン大統領の野心を縮小できなかったことを示しており安全保障理事会に対する、えー、国の拒否権は「野蛮主義への拒否権」であると結構面白いですね「野蛮主義に対する拒否権」ですよ。でウク,ラウクライナ半島からの撤退や2014年に押収された分離主義者に統一される領土など。 ロシアをウクライナから追い出すというトラス氏の率直な要求はプーチン氏の軍隊が完全に排除されるまで西側が妥協しないという最も明確な合図であったとでこれが戦争の終結なんですよこれが終わるまでは多分あウクライナ戦争は続くとこういうことなんですね英国の国防省が今週英国が供給した武器をロシア国内の標的に使用することは合法であると述べた後スピーチはさらに緊張を高めるだろう <laughs> そりゃそうですよね。 モスクワは核戦争の脅威を再び提起することで対応し、ウクライナ国外、おそらくポーランドのサプライチェーン、ですね、供給ラインを攻撃する可能性あることを示唆している。と。しかし、トラス女子のコメントは鋭敏であった。それはモスクワに対するこれまでに最も強力なメッセージの一つであったと。今やロシアは NATO での手強い敵と、ウクライナでの計り知れない挑戦に直面しているというんだから。 私たちはロシアをウクライナ全体から追い出すためにさらに早く進み続けると水曜日のように語ったと。何か悪いことが引き起こすことを恐れて重火器を提供するべきではないと主張する人もいますと。怠惰は最大の挑発となるでしょう。これは静観するのではなく勇気を振り絞る時なのですと。で北大西条約機構 NATO 諸国が大砲、えー、重対空火器。 えー、戦車、高度なミサイルを送っているにもかかわらずトラス氏は戦争が長期間に及ぶ可能性があるためウクライナを支援するために倍返しダブルダウンですねダブルダウンするように促したもっとやれもっとやれとこういうわけですよ。で重火器戦車飛行機在庫を払い出し生産を増やしこれらのことを全て行う必要があります。私たたちははは満足すすることととでできまませんウクライナのの運命は依然として定まって定っっいいなかいからとかだった プーチン氏が勝利した場合ヨーロッパ全体でさらに悲惨な結果が出る世界中でひどい結果になるであろうトラス氏はヨーロッパ,ロッパはロシアのエネルギー供給を遮断しプーチン氏の戦場に数百万ドルを送るのはやめなければならないと述べたとプーチンがこの恐ろしい戦争に資金を提供するために行く場所はないはずですと彼女は言ったとそれは石油とガスの輸入を完全に遮断することを意味していますと。 トラス氏は NATO がモルドバ、ジョージア、えー、西部バルカンを含む、えー、ロシアの侵略を受けやすい、えー、他の、えー、東欧諸国の安全を確保しなければならないと述べたとまあこういうわけなんですけどどうですかもうちょっともういっぺんちょっと見てみますね最初からねすごいこと言ってるんですよ。これ何が,何がすごいかっていうとここなんですよね。まずのけから僕はすごく驚いたんですよ。どうう驚いたかっていうと、 こ,こですよね。NATO 同盟の中心にある国々の防衛は世界の安全保障と経済の原則にならなければならない。こ安全保障とね経済っていうのかその枠組みがいつできた今のね枠組みがいつできたかっていうと第二次世界大戦後なんですよ。で、えー、国連の場合はダンバートンオークス会議ね。 そしてあのー、経済に関してはブレトンウッズですよブレトンウッズ会議それで大枠がガッと決められたわけですよねですからそれが原則な NATO 同盟がその原則にならなきゃいけないそういうこと言ってるんですよすごいなぁと私本当腰を抜かしましたですからもうだからあれですよ NATO 同盟のこれが中心になってやらなきゃいけないっていうことは何を意味してるかっていうともう国際連盟の時代は終わったそういうことですよね だから、あのー、本当にこうそれはもう終わって、NATO 同盟を中心にして、世界を再構成していこうと、そういう呼びかけなわけですよ。これ、すごく重要な話じゃないですか。いや、もうちょっと本当、腰が抜けましたわ。はっきり言ってますからね、私は NATO が世界的な脅威に立ち向かう準備ができている、世界的な見通しを持っていなければならないと私は言いたいと、こう言ってますから、ちゃんとクリアなビジョンをちゃんと NATO が持ってなきゃいけないんだそれれが結局あ,のあれですよね えー、インド太平洋でありちゃんと東欧でありとそういうことなんですよ。どちらか一つということではない両方やらんといかんで両方やらんといかんだったら、えー、やっぱり東アジアの諸国も加盟してもらわなきゃいけないだからグローバル NATO とこういうことなんですよね。それはねもっとはっきり出してる記事もありましてねそれがねたまたまね RT だったんですよ。RT はやっぱロシアのプロパガンダサイトでねどうかなと思ったんですけどあの。 ちょっととそれは使わないことにしまししののしままたたのさすがにねプロパガンダサイトそのまま使って言うのはちょっとどうかなと思ったんですけどでもやっぱりグローバル NATO ですよだから日本も NATO に入らなあかんそういうことですわそれでちゃんとロシアをちゃんと合法的にどんどん締めていかなあかんとこういうことですよねいいいよこういう時代が来たんですよだから急にねこの23日でロシアが核使う核使うと言い出しましたよねもうよっぽど困ってるんですよね。 あ核使ってもいいよって言ってあげればいいんですよねその代わりにお前に落とすからな <laughs> まあ前回の動画をご覧になった方はそれでニヤッと笑える方笑えるかなとこう思うんですよね。いよいよねだからロシアが本当にね叩き潰せる時期がやってきたんですよ。ロシアというね遅れたね後進的なねもう人間が人間じゃないような生き方をしている国がね最終的に叩き潰せるという非常に良いチャンスがやってきたんですよ。 ですからこれはね日本も絶対乗るべきだとこ戦闘行為に加わるかどうかはまた置いといてその包囲網の一角にはぜひ加わる必要があるとでそ,れをその包囲網が次期の,あの国際秩序になりつつあるんだとそういうことですよ。なんかこれだったらなんか興奮してきませんかおおって感じですよね。今度はね、えー、第二次世界大戦に違って今度はね負け組に入るわけいかんのですよ。絶対ねだからこうなんとか日本が勝ち組に入らなきゃいけない それはもう繰り返してて言っておきたいいと思いますだからねよくわからないんですよね日本の政治家の人はもう「あのサハリン12を維持しよう国益だ」とか言って全然国益じゃないですよね全体的な流れは全然見ずに目先投資したからもう損切りしたくないって言ってるだけじゃないですか日本政府が損切りしようと言えば十分にそれで通じるんですよ。 ちゃんとね。早くあのロシアにね。お金が流れるという。その資金のね。流れをね。ストップしなきゃいけませんよね。なぜそれをしないのか？僕は本当に疑問です。そうそうだからね。やっぱシベリアの天然ガスはもう諦める。もう損切りする。そしてね。やっぱ原発をね。早く動かすことですよ。そしてね。やっぱりこう。欧,、えー、欧州諸国のね。エネルギーへの支援が絶対必要だろうと公僕は思うんですね。やっぱドイツがね。やっぱりあれでしょ。 ドイツがロシア側に転向するっていうことを防ぐ必要があるなと、こう思うんですよね。ドイツはね、平気で手のひら返しをする国ですよ。ですからね、なんとかね、ドイツをとにかくこちら側に寄せておくためにも、やはりこう、あの、なんですか、天然ガスとか、あと石油とかですね、なんとか、あの、日本で使わないようにして、それを欧州に回すと、そういう具合にしなきゃいけないんじゃないかなと、こう思います。だからね、幸いね、あの、実際の戦闘はね。 ウクライナに限定されてるわけですよでもねやっぱそれ以外の努力は全力で行うべきなんじゃないでしょうかさっきあのねトラス外相が言ってましたよね静観するんではなく勇気を振り絞る時だと、うん、そう言ってるんですから本当に日本にとってもそうなんですよ勇気を振り絞ってロシアをねロシアを積極的に退治するっていうんですかそういう、あのー、覚悟をちゃんと示す時期なんだろうとこう思います。そう考えるとね今のやややっっっぱぱぱり岸田首相はやっぱ全然やっぱり 力不足でね残念ですけど、まあ、内閣全体として力不足だと思いますけどもうちゃんとそういう割り切ってですね、えー、早くちゃんと行動するべきだと思いますやっぱりねインドのモディ首相はねあの人もやっぱダメだなとほんと今回つくづく思いましたロシアにおもねっておもねってね日本の自衛隊機を、えー、入れないなんてねむちゃくちゃですよねそんな武器積んでるわけでもないのにねそういうことをやる国はもうあきませんわですからね日本の岸田首相も本当全然ダメなんですけどね やっっぱ先のの見えないい首相っていうのは困りますよ。だ日本のためにね日本のために是非高,高橋さんには首相として立っていただきたいなとそうしないとこんなね見方によってはこういう言い方ができるんですよ。第三次世界大戦はもう始まってるんだ。とね、ですから始まってるんですから戦時内閣を作らなきゃいけません。でも今の岸田内閣は全然戦時内閣じゃないんですよ。 ですから早くね高橋さんに政権交代をしてちゃんと戦時内閣を作り直していただきたいなとあの別に政策の違いとかね宏池会とかそんなことどうでもいいんですわ挙国一致挙国一致で早くあのなんですか戦時内閣をちゃんと作って日本,、うん、日本の国の安全保障をえね国民の安全とかねあと財産の安全とかそういったことを図っていただきたいなとそう思いました。まあ、そういういわけですわ やばいですよ。本当、このまま、岸田首相で行くこうと自身が、日本にとって、すごくやばい。ということを意味していると、こう思うんですよ。いやー、どうなるんでしょうか。でもね、考えよによっては。あの、あれなんですよね。あの、大きな変動期なんで、そして、今ね、さっき言ったみたいに。あの、あ、国、国連とはまた違う、新たな世界、国際秩序が。か、生まれつつある。そういう、まさに、その瞬間なんですね。今がね。 ですからやっぱり先の見えない人がトップに立ってはいけませんよ。本当にね、つくづくそう思います。早くやめてくれませんかね。早くやめてほしいなと思います。というわけで、今日はこのぐらいで、よろしかったよ有名評判、ポチョそしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。非常にあの励みになってますんでね、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。ポチもお願いしますよ。ね、じゃあ今日はおしまいします。じゃあ失礼します。